おはようございます。2022年、10月7日、佐藤秀一ライブでございます。またね、広島県広島市をね、揺れ荒らす事件がね、発生して、発覚というかね、報道されております。今度はね、パソコンをめぐる談合事件、パソコン等をめぐる談合事件、広島県、それからね、広島市の、ね、学校をね、使われるパソコン等のね、巡る談合で6社がね、摘発されて、まあ、特勤法違反ですよね、によって課徴金がね、納入させられるということにね、なりました。はい。まあ、北信営電ね、含むね、6社、ね、この、まあ、広島市内でもね、まあ、かなり大きい、そういう関係のね、企業をね、北信営電含むね、6社にね、課徴金納付命令が出ています。それからまあ、NTT 西日本などにもね、排除命令もね、出ていますよね。まあ、非常にね、対象となったものはね、65億円という金額で、取引がね、まあ、これもうね、こういうことはね、本当知事の湯崎さんもね、市長の松井さんもね、もう知らなかったということで済まされないと思いますよ。なんでこういうのが起きてしまったかということですよね。それはもちろんね、第一義的には談合していた企業が悪いということになるんで、なるわけですけどもね。で、そういうものね、防げなかった。なんで防げなかったのか。いうところもね、これ、絶対にね、やっぱり知事、あれ、市長の側にもね、これ責任はね、道義的というかね、そういうものの責任っていうのはね、あると思うしね、まあ、価格だけじゃありませんよね。むざむざとやっぱりね、なんていうかな、本当にいいものがね、選ばれたかっていうね、そういう問題もね、あるわけですよね。価格だけじゃなくてね。まあそういったところも含めてね、やっぱりなんていうかな、教育委員会ではね、まあ平川教育長の官製談合疑惑事件も起きてますしね。またに、そういうことも含めて、引き締めていくってことも大事だと思いますね。まあ、あとね、まあ、この IT について言うと、県や市の側にね、詳しい公務員がいなくてね、チェックができていないってこともあるんでしょうけどね。そういうのはやっぱりちゃんと専門のね、人をね、雇うということもしていかないとね。で、金がかかるって言うけどね、それなりのね、給料を出してね、チェックできる公務員をね、雇っていくとかね、まあ、若い人をね、育てていくとかね、そういうことをしていかないと、これいけんのんじゃないのかなというのはね、思いますね。まあ今までね、まあ切り捨てまくるね。まあこういうことをしてきたね、ツケも出てるという、こういうところで出てんじゃないのかなと思いますね。まあ高速道路双葉山トンネルの問題でもね、結局チェックできるね、土木の専門のね、職員がいないからねっていう問題はね、やっぱり、ね、業者に任せて問題出てますよね。そういうところも含めてね、見直していかなきゃいけんというふうに、思います。まあそれではね、皆さん、本日もね、ありがとうございました。またね、佐藤秀一講演会の方のね、ご参加もね、よろしくね、お願い申し上げまして。本日ね、また20時からね、定例ミーティングもあります。そちらの方もね、よろしくお願いいたしまして、今朝の、ね、放送を終わらせていただきます。ありがとうございました。